ウェセックスはイギリス海軍の駆逐艦 W 級駆逐艦の一隻当初はゼニスと命名されたが浸水前の1943年1月に改明されたウェセックスは1942年10月25日に g 番のフェアフィールドシップビルディング社で寄港した1943年9月2日に浸水し1944年5月11日に 収益する。収益後は、本国艦隊の第三駆逐小艦隊に配属された。小艦隊は1944年6月6日のノルマンディ上陸作戦において、本国艦隊の艦艇護衛を担当した。7月にウェセックスは第27駆逐小艦隊に転属となり、東洋艦隊との任務の準備に入った。8月にポーツマスで修理を完了し、 8月4日に、ウェルプと共に出港を経て、セイロン島で、東洋艦隊と合流した。9月から10月にかけて、インド洋での戦団護衛任務に従事し、メリディアン作戦をはじめとする、各種作戦に参加するイギリス空母部隊の護衛を担当した。1945年、ウェセックスは、イギリス太平洋艦隊の一席として、護衛任務を継続し、同様に、 レーダーピケット任務にも従事した。終戦近くにオークランドにおいて改造が行われた。戦後エセックスは戦時捕虜の帰国任務に従事し、1945年10月27日まで占領軍の支援を担当した。その後、オーストラリアを経由して帰国し、12月28日にデボンポート海軍基地に到着した。1946年1月に、 予備役となり、プリマスで保管される。1948年に、南アフリカのサイモンズタウンへ、配属となる。ウェセックスは1950年3月29日に、南アフリカ海軍に移管され、ヤンファンリーベックと改名された。1964年から1966年にかけて、部分的な改修を受け、フリゲートへと近代化された。 現役勤務を1978年まで続けた後、廃棄処分リスト入りし、1980年3月25日にミサイル標的艦として海没処分された。ありがとうございます。